NACA プレゼンツ西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送はポッドキャスト、ボイシー、YouTube でお届けしています。9月9日月曜日になりました。おはようございます、西戸明子です。皆さんいかがお過ごしでしたか？週末は私は祖母の法事がありました。33回忌ということで、もうね最後の法事なので、全国、北は北海道、南は福岡かな、から、はい、親戚が総勢30何名かなっていうぐらい集まりましてね、はい、私も福岡から、そして富山からやってきた妹家族を空港に迎えに行ったり、また法事があった親戚のね家までみんなで車で行ったりということで、本当にハトバスの運転手さんのような、そういう週末を過ごしておりました。実は今日の夜妹たちが帰るので、今日までですね、はい、この後も浅草行きたいって言われて、あきねえここ行きたい、あそこ行きたいって言ってもらって、もありがたいことですよね。はい、今日もいろんなところに運転手をやらせていただく、そんな予定となっております。それでインスタグラムをですね、今 NACA 西戸明子コミュニケーションアカデミーの PR チーム、チーム2個の皆さんがすごく力を入れて頑張ってくださっております。それでね、西戸さんもぜひストーリーズをアップしてくださいよって言われたんですね。それで私やり方がよくわからなかったんですけれども、めいっ子がね、はい、教えてくれました。なるほど、こんな使い方があるのかと、これは便利だなと、なんと簡単なことだろうと思いましてね、この週末結構ストーリーズを上げさせていただきました。あんまり今までプライベートな話を発信するっていうのは、ちょっと得意じゃなくてやってなかったんですけれども、あんなに簡単だとね、やってみようかなって気持ちになりますね。しかもデブ症の私もこの週末は出かけまくってますからね、今日もインスタのストーリーズやろうと思います。なので皆さん、ぜひインスタグラム西戸明子のアカウント、まだの方はフォローして、よかったら見ていただけたらと思います。はい、そしてこちらも聞いていただきたいなというのが、 YouTube にアップしました教えて西戸さんのテーマ曲でございます。ペイさんがみんなの連絡帳に書き込みをくださったんですね。息子が車で移動中、教えて西戸さんシリーズのオープニング曲を流してって言うんです。どこかにありますか？ぜひとも気軽にお借りしたい。自分も口ずさんでいるし、息子もお気に入りのようです。ご検討くださいといただきました。ありがたいですね。あれはですね、マスタークラス2期生にあたります。我々かんちゃんと呼んでいます。ミュージシャンの受講生さんがいらっしゃいましてね、そのかんちゃんが AI で自分で歌詞を書いて作ってくれたのが、教えて西戸さんっていうあの曲なんですね。いや、私もあれすっごい気に入ってるんですよね。はい、そしたらね、とっても可愛い西トーンと、あと西トン、これ西戸明子のキャラクターがですね、可愛らしい音符マークの西トーンというね、トーンは音とかかっています。西トーンと、さらにはですね、私結構昔は体重がしっかりありましてね、それで西トンというね、そんなあだ名があったわけじゃないんですけれども、どちらかというとですね、そういうトンとかデブとかダブとかね、そういった言葉に、ね、引っ掛けられて呼ばれることが多かったんですね。そんなわけでですね、ニシトンというブタちゃんのキャラクターもね、生まれたんですね。で、そんな可愛い可愛いと私は思っております。ニシトンとニシトンもいる、そんな素敵なサムネイルの動画がアップされてますよ。皆さん、教えてニシトさんソング、これお子さんと一緒に楽しんでいただけたらもう超ハッピーです。こちらのリンクも放送概要欄に貼っておきますので、皆さんぜひ歌ってください、みんなで。
教えて西戸さん。あの後半になるとね、西西西っていうのが出てくるんですけど、ね、そこも結構楽しいんですよね。あの最後の方笑えるんで、そこまでぜひ聞いてください。で、教えて西戸さんといえば、今第3弾皆さんからのお申し込みを受講しています、こちらの講座が2025年からの生き方伝えますということでね、これ1回目は無料公開させていただきました。インスタグラムと、そしてボイシーにアーカイブがございます。お申し込みページを見ていただきましたらね、そのリンクも貼っておりますので、探していただきやすいです。来年からいろんな大変革が、まあ、日本だけではなく世界中で起こると言われている中で、どういうふうに私たちは生きていけばいいのか、この時に意識の使い方がすごく大切になるなって思ってます。周りがね、激しく動く時っていうのは、やっぱどうやったって我々影響を受けますよね。一人で生きてるわけじゃありませんのでね。しかしそんな中でも、自分の意識というものをどう使っていくのか。意識が現実を作る、心が、思考が現実を作ります。はい。まあ、しかし我々、その自分の意識や心、思考というものにあまりに無意識なので意識無意識とか言ってるとよく分かんなくなりますね。気がついていないので、うん、その自分の気がついてない心が現実になってるっていう、このある種見えないところですよね。ブラックボックス化しているところ、うん、そこがある種こう、人生を開いていく鍵なんだなと思ってますね。まあ、マスタークラス、まさにそのあたり取り組んでいく学びの場です。そのことの大切なエッセンスを皆さんと分かち合いたくって行います。教えて西戸さん、2025年からの生き方伝えます。こちら1回目は無料で、どなたでも見ていただけます。まだの方ぜひご覧ください。第2回目から4回目は9月から10月にかけて3回行われます。アーカイブもありますのでね、皆さんぜひご参加ください。はい、それでは今日はですね、ベイさんに続いて熊子さんからいただいた連絡帳への書き込みをご紹介させていただきます。というのも、とても大切なお話だなと思ったんです。連絡帳は何でも話せるわ、そう信じて自分をさらけ出してみようと思います、という熊子さん、ありがとうございます。そんな風に信頼を置いていただけて嬉しいです。私熊子には立派な承認欲求がある。なかなか面白い枕言葉ですね。立派な承認欲求、特に誰か知っている人が活躍したり評価されたりするとざわざわってやってくる。私だって頑張ってる、誰か私を褒めて、ほらこんなことだってやったよ、誰か見て褒めて。でも素直にそう叫べない。自分から見て見てっていうのはかっこ悪いと思ってた。でも本当は声に出して叫びたい。なぜこんな複雑になっちゃったんだろう。いや、これ本当にタイムリーで、この、2日間週末一緒に過ごしている姪っ子の一人がですね、もうまさにこの見て見てっていうのを本当にまっすぐに歪みなく楽しそうに言うんですよね。初めて会ったばかりの私の友人にも、まあ、彼女から見たら自分の親よりも年上ですよ。その人たちに、ねえ見て見てこのネイルかわいいかわいいっていや、なんて、まあ、無邪気なんだろうと、うん、まあ、そうすると彼女は今23だと思うんですけれども、周りからはねちょっとやっぱ子供っぽいって言われるみたいですね、はあ、だからそのそういうふうに褒めて褒めて見て見てっていうのは子供がやることっていうふうに認識されてるんだなと。まあそうですよね、一般的にはね。ちなみに熊子さんは高校時代に部活頑張ってたら雑誌に載ったらしいんですけど、まあ嬉しいですよね。でウキウキしてたら監督さんから言われたんですって。自分から言うなんて恥ずかしい、上には上がいる、そんなことで浮かれている時点でお前はまだまだ一流になんてなれない。まあ確かにね、上には上がいる、まあ、それはその通りです、はい、それは事実ですね、そんなことで浮かれている時点でお前はまだまだだ。まあある意味そうかもしれない。一流になんてなれない。
それはどうか分かりませんよね、自分から言うなんて恥ずかしい、それは一つの価値観ですね、なんて風に高校生は受け取れませんからいや監督、おっしゃることこの部分はごもっともですが、ここに関しては、そうとは言い切れないし、この部分に関しては監督の主観ですよねなんて言ったらどうでしょう、私が高校生の時とかだともうはっ倒されたんじゃないかって気がしますけれどもね、それから自分の思っていることを発信したら周りの人にこう言われたそうです。ねえ大丈夫？ちょっとおかしくなった？この乾いた笑いね、これ傷つきますよね。もちろんくまこさんも傷つきました。でも、それは過去のことだし、頑張り屋の自分とか人目を気にする自分とかがいた、ね、過去にいた、そして今の自分がいる、だから自分のすべてを受け止めよう、くまこ頑張ったね、もう大丈夫だよって、そんな風に自分に寄り添ったら、よし自分をさらけ出そう、本音で生きよう、すがすがしく生きよう、これからはそうしようって思えたそうです。で前日ね、とあるスーパーでくまこさんがお仕事で関わった商品が店頭に並んだんですって。これ嬉しいですよね。いやー、いろんなお仕事があると思うんですけれども、この世に存在していなかった何かのものをこう自分も関わって作ったんだ、そして今目の前に何かのものが出来上がった、これってすごい嬉しいですよね。しかもそれがお店に並んで手に取っていただける、お金を出して買ってもらえる、いやこれは嬉しいですよね。それでくまこさんは仲間のグループラインに、素直な喜びも書いたんだけど、合わせて仕事がうまく進まなくて、いろんなしがらみがあった、ね、自分が疲れた、大変だった、そんなことをいろいろ書いたそうです。するとあれ、ざわざわが残ってるぞ、私まだ本音言えてないじゃんと思って、もう一回 LINE したそうです。とは言いながら、見て見てースーパーに並んだのよ、すごいでしょって言いたい立派な承認欲求と、私ってすごいってマウント取りの私でございます、足からずそしたら仲間が商品を見たいって言ってくれて嬉しかった。でももっと嬉しかったのが、本音をさらけ出すくまこさんを見て勇気をもらったって、そんな風にメッセージをくれた人がいたんですって。そしたらこれが興味深いなと思ったんだけど、その自分の中に商品が出たよ、これを見てって自分を認めてほしいっていうのはどっかに飛んでっちゃったんですって。むしろ自分が本音をさらけ出せた、本音をさらけ出せる場に出会えた、で自分が本音をさらけ出すことで誰かが勇気を持ってくれた、そういういろんな嬉しさが自分の中に湧いてきたら、これが豊かってことなのかなって幸せな気持ちになったそうです。だからこの連絡帳でも、もっと本音をさらけ出していきたいなっていう書き込みをくださいました。くまこさん、ありがとうございます。いやー、くまこさんも書いてくださってるように、その嬉しいっていろいろあるんだ。もちろんね、自分が褒められるとか認められるっていうのは嬉しいことなんだけれども、なんかこうそれを凌駕してしまう、それをこう大きく、超えてしまうのが自分が本音をさらけ出せたことや、そういう場に出会えたことや、また自分のそういう勇気を出した行為によって他の誰かが勇気を持ってくれたこと、いや自分が認められる以上にそれって嬉しいんだって、これでも今くまこさんのね、そういう体験をシェアしてもらっても実感は湧かないですよね。これ自分で体験しないと分かんないんだと思うんですよ、頭じゃ。っていうことは、まずはやっぱり本音を言うっていう
ことをやってみないと分かんないですよね。いやもう何でもやってみないと分かんないですわただこういうことが起こるよっていう話を聞かせてもらって、で今さらにねこうみんなにそれを私が広げちゃってるわけですけど、なんでって、だってみんなでやってみようよって。いや実はこんなに2人の妹と姪っ子ちゃんとベタで一緒に過ごすのって初めてなんですけど、何がいいっていつも本音なんですよね。そりゃ居心地いいですよね。いや例えばですね、その二十歳をちょっと超えた、まあ、めいっ子同士が、まあ、それは私の二人いる妹のそれぞれの娘なんですけれども、食事をしてた時に一人が取り分けてたんですね。でいるって言ったら、もう一人の子が、あいる入れてって言って、うん、あ言うんですよ。でも嫌だったら言ってねって、私仲良くしたいから、仲良くしたいから嫌なことは嫌って言ってねって。そしたら、あでもなんかこれ標準語で言うと伝わんないな、博多弁だったんでそのまま言うと、あ入れてーって、あでも待ってーって、嫌やったら言ってねーって、私仲良くしたいっちゃーんだけん、嫌やったら嫌って言ってほしいって。そしたらもう一人の子が、いやいや嫌じゃないよ全然大丈夫って言って入れてたんですけど、もうなんか心丸裸状態ですよね。うん、それがこうとっても かわいいというか、うん、みんなの心を開かせちゃうんだなって思いました。だからその場に、うん、心遣いはあるんだけど、こう気を使うっていう感じはない、うん、健全だなっていう感じがしました。心の中に溜め込まない。わからないことはわからないし、やりたくないことはやりたくないし、そうじゃないと思うよっていうことも、もう本当にただ伝え合う。言葉にすればシンプルなことで、周りの目を気にせずに自分がただ自分でいたらいいんじゃないっていうことなんですけれども、じゃあそれってどういうことって言われたらよくわからない、わがままな気がしちゃうと思うんですよね、はあ、しかしそうやって生きてる人を見たら、ああこれでいいんだなっていう感じがとってもしてね。っていうことは、そういう人が一人ずつ増えていけばいいんだなって、うん、なんかすごくシンプルだなって思いました。だからくまこさんが思っていることを本当に言えて嬉しかったのも素敵だし、うちのめいっこちゃんがそのままなのもなんて素敵なんだろうと思って、もっともっとみんなシンプルでいいんじゃないかなって思いました。今日は月曜日で1週間の始まりですから、どうでしょうかね、気分は明るい感じですか。まあちょっとブルーならブルーで、別にそれも悪いことじゃなく、あーなんかちょっとブルーなんだよねって言ってれば、それはそれでいい。別に月曜日から全員明るくなくたっていいじゃない。誰もがこうでなければならないっていうのをから自由になって、私は私ですと、それは傍若無人に振る舞うと、わがまま放題ということではなく、ただ自分の心に正直に生きられたら、いろんなことはうまくいっちゃうんだろうなって思っています。はい、というわけでくまこさんありがとうございます。皆さん連絡帳にね、全文ございますので、私一部今抜粋してご紹介させていただいておりますんで、連絡帳の方で読んでいただけたらと思いますし、皆さんからも、まあそうは言ってもね、急になかなか本当に思ってることなんて言えないわという方、連絡帳をご活用ください。みんなみんなありのままで OK というわけで、 NACA プレゼンツ西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日も聞いてくださってありがとうございました。元気がない方は教えて西戸さんを聞くと絶対元気になると思いますんで、 YouTube のリンクをポチッとクリックしてみてください。またそうそう、もう
今日いっぱい話しちゃったから最初の方の話忘れてませんか？インスタグラムぜひフォローしてくださいね。今日も忘れなかったらストーリーズやります。今日は浅草へ行く予定です。それでは皆様、素敵な月曜日、素敵な1週間をお過ごしください。西戸明子でした。気をつけていってらっしゃい。